い間頑張ってくれたあなたと師匠さんをねぎらうために、紹介はコウおばさんのお店の料理を注文しました。ぜひ休憩してさらに続く復興計画のための準備をしてくださいね。私は聞いてるよ。天心を準備したから先に座っててちょうだい。今持ってくるよ。到着したようです。この古びた体では出迎えできない。理解してもらえると幸いだ。ああ、明輝が初めてあなたたちを私の目の前に連れてきた時、正直に言えば期待などしていなかった。あなたたちは毎日金人口を通り過ぎるだけの親切な人に過ぎなかったからだ。あなたたちは不当の賃料問題を解決した後、ここを離れるのだと思っていた。だがあなたたちは残っただけではなく、多くの店舗を説得して仲間にし、最後にはこの私までも説得してみせた。今になってもあなたたちがどのように金人口を落札するのか想像できない。だが落札は決して不可能ではない。私はこの金人口であなたたちが四神宮から朗報を持ち帰るのを待っている。まだ早いし、どこかへ行く？坊ちゃんは謙虚で礼儀正しく親しみやすい方です。彼がスコート代表と一緒に仕事をしていたなんてどうしても想像できません。今まで私はスコートのイメージだけでカンパニーの全てを想像しちゃってた。あいつらはいつも威圧的で汚い手段を使うって思ってたんだ。でも今は少なくとも一つだけ分かったことがある。カンパニーも一枚岩じゃないんだね。この先が四神宮です。準備はできましたか？私も準備できたよ。入札が始まる前に手持ちの材料を確認しましょう。これが金人口復興計画の中で
最も分かりやすい成果です。さらに重要なのは、これが金人交渉会に活力があるという証になることです。私たちが持つ十分な資金はカンパニーと競える底力となります。正治美が特別共同企画定食を提供し始めてから、金人港を訪れる観光客の数が結構増えたよ。さらに重要なのは、金人港が今でも美食街として十分な競争力を持っているという証になることです。会長が収集した意向調査には、さまざまな店舗の経営理念がまとめられています。現在はより多くの店舗が紹介を支持し、金人港復興計画を評価しています。行きましょう、入札会が始まります。今日は招かれた私が天白氏を代表して金人港商業区の入札会の司会をさせてもらうわ。双方の代表が到着したわね。早速入札審査を始めましょう。双方の代表には入札資料を提出してもらうわ。天白氏は経営目的や出資比率、資本金などの関連資料を審査する。次は入札者から金人港の今後の経営理念を天白氏入札審査会に説明してもらうわ。これは私が特別に手配したの。あなたたちに自由に討論する時間を与えるわ。そこでお互いの意見を十分にぶつけ合うといい。ないと思います。入札が終われば結果を待つだけです。しかし玉空様は私たちがしっかり討論することを望んでいます。そうすれば相手の観点によって自身の考えを補う機会を得られるからです。では坊ちゃん、あなたから始めましょう。金人港に関する計画と考えを説明してちょうだい。金人交渉会の皆さん、お元気ですか？もし元気じゃなかったら。本当にそこから反論を始めるつもりなんですか？金人交渉会の皆さん、お元気ですか？紹介は不当の物流を利用し、賃料を支払えただけじゃなく、入札資金まで調達することができました。これは不当の重要性を十分に示しています。私たちは他にもたくさん努力をした。しかし君は不当の重要性を否定していませんね。提携だろうと物流計画だろうと、最終的には不当に貢献することになります。あんたは間違ってる。私たちが最終的に貢献したいと思ってるのは金人港の店舗だよ。師匠さん、よく言ってくれました。交渉の場で言葉遊びをしない方がいいですよ。紹介は不当の物流を、カンパニーはさらに一歩進み、不当の物流効果を開発したいと思っています。
金人口を銀河で有名な商工にするんです。本当に金人口に青函貨物船が停泊できるの？商船用の港を建設するため、大部分の店舗は金人口から出ていくことになります。私たちは商業区の配置を再計画し、十分に広い港口にするつもりです。そうすれば絶対に流運渡しに負けない貨物取扱量を確保できるでしょう。安心してください。移転した店舗の皆さんには賠償金をお支払いします。その金額は全ての人が笑顔になれるほどですよ。カンパニーがまた経済力を自慢してる。カンパニーはさらに一歩進み、これこそ皆さんが望んでいる究極の金人口復興ではないでしょうか。なんでそれがみんなの望みだって知ってるの？まさか皆さんが声を大にして唱えている金人口復興はただの自己満足なんですか？信じられませんね。違うよ。金人口の店舗たちの意見を聞くべきじゃない？証拠になるものは何？これこそ皆さんがの金人口商会の皆さん、紹介はカンパニーを。これこそ皆さんが望んでいる究極の金人口復興ではないでしょうか。金人口の店舗たちはそんな風に考えてないよ。これは金人口の店舗たちから集めた意向調査です。この中の大部分の人は紹介と提携を結び、現在の経営の仕方を保ちたいと考えています。その中には同工房も含まれています。父は頑固で時代遅れな職人です。あの人の意見を参考にする必要はありません。多くの金人口が期待していたとしても、彼らに先見の明と卓越した知識があるわけではありません。明記、金人口に対する紹介の計画と考えを説明してちょうだい。坊ちゃんは不当を強みだと考えているようですが、紹介としては店舗こそが最大の強みだと思っています。紹介にとって店舗はなくてはならない存在です。紹介は金人口を新たなラフ1の夜市にしてみせます。ラフ1の夜市？カンパニーが出資した後、泉州ラフのあちこちに商業中心地が生まれました。誰がわざわざ金人口を訪れると言うんです？人々はもう一番の夜市なんて気にしていませんよ。誰も気にしていないわけじゃない。私たちはとても気にしてる。君たちはなぜ美食街を続けることが金人口の復興であると思うんですか？だってみんなが美食街を必要としてるからだよ。ちゃんと証拠もあるしね。証拠になるものは何？ラフ1の夜市。金人口は歴史の変遷の中で好機をつかみ、自身の役割を変える必要があります。金人口はカンパニーが選択した未来で重みのある名前になるでしょう。重みのある名前が何の役に立つの？私の理想は金人口を金看板にし、誰もが口にする名前にすることです。金人口は全ての人の心に刻まれる。無名のまま2、300年後に消え去るよりはいいと思いませんか？よくないよ。私は何が今の金人口のためになるのかを考えたい。金人口は歴史の変遷の中で好機をつかみ、自身の役割を変える必要があります。
ラフ一の夜市。カンパニーが出資した後、泉州ラフのあちこちに商業中心地が生まれました。誰がわざわざ金人港を訪れると言うんです？人々はもう一番の夜市なんて気にしていませんよ。これを見て。商会が不当を経営している時に多くの利益を得たことは認めますが、カンパニーに比べればやはりわずかなものに過ぎません。金人港の名誉のために取り下げてください。ラフ一の夜市。カンパニーが出資した後、泉州ラフのあちこちに。これを見て。君は適当な材料。それは私たちの討論とは無関係なので取り下げてください。ラフ一の夜市。金人港は歴史の変遷の中で好機をつかみ、自身の役割を変える必要があります。これを見て。商会が不当を経営している時に多くの利益を得たことは認めますが、カンパニーに比べればやはりわずかなものに過ぎません。金人港の名誉のために取り下げてください。金人港は歴史の変遷の中でこう。これを見て。君は適当な材料を出して。それは私たちの討論。金人港は歴史の変遷の中。ラフ一の夜市。カンパニーが出資した後、泉州ラフのあちこちに商業中心地が生まれました。誰がわざわざ。人々は常に金人港の美食街を必要としてる。これは商会と商事見が一緒に開催した共同企画だよ。宣伝用の贈り物や買い物券とかのおかげで、金人港でお金を使ってくれる観光客はこれまでの倍以上に増えたんだ。ほら、美食街は今でもみんなにとって重要でしょ。坊ちゃん、あなたは地元の大部分の店舗を追い出し、それと引き換えに莫大な資金を投入して港口を建設し、約束した復興を実現するんですね。しか、私たちが選びたいのは最も金人港らしい未来です。自由に討論する時間はこれで終了よ。双方は帰って審査会からの知らせを待つように。お疲れ様。申し訳ありません。ぼーっとしていました。遊学から帰ってきた坊ちゃんは昔より随分落ち着いたと聞きました。遊学での経験が今の彼の考えに影響を与えたんでしょう。あなたの言う通りです。考えていたんです。今私たちは商会のやり方に確信を持っていますが、それは実際私たちの経験と視野にとらわれた確信です。ごめんなさい、長く話してしまいました。私は先に不当に戻りますね。紹介が落札できたと思わない？主人公を自称するの？私は何もせずに待ってるだけなんて嫌。先に金人港に戻るよ。じゃあね。
無理やり手伝わされたのですから、お礼を言わないといけません。あなたたちが金人口と紹介のために尽力してくださった全てに感謝します。本当に。そう、彼女は遠慮なんてしないよ。いえ、お二人は金人口のためにいろいろ手助けしてくださいました。その功績は偉大ですから、これぐらい当然です。最近は時間に余裕ができてきたので、いろんなことを考えるようになりました。会長の経験がその判断を形作り、坊ちゃんの経験がその判断を形作っている。私たちもそうですよね。みんなそうだよ。経験がそれほど重要なら、私はもっと多くのことを経験する必要があります。金人口を復興させる方法はその中にあり、外にもある。私は同じ場所にとどまっているわけにはいきません。だから坊ちゃんにお願いをして、ピアポイントでの実習を手配してもらいました。そろそろ出発する予定です。そこでお二人には、私がいない間の金人口の管理をお願いしたいと思っています。会長も協力してくれます。ああ、貨物整理と物流計画を続けたいなら、不当に来て私を探すといい。皆さんとはしばらくお別れです。学を収めてここに戻り、またお会いできる日を楽しみにしています。一段落したって感じがするね。最初は頼まれたら必ず応じるを実行してただけなのに、私たちだけでこんなに善行しちゃうなんて思わなかったの。あの時は引くわけにはいかなかったじゃない。それに私たちは勝ったでしょ。思ったんだけど、金人口っていつも幸運に恵まれてない？私の気のせいかな。もちろん私たちはすごいけど、それでも金人口はすごく運がいいと思うんだよね。揉めたり互いに不信感を抱いたりすることはあったけど、争いも矛盾も全部金人口が良くなるためだった。今までに純粋に悪いことをするだけの人がいたら、こんなに順調にはいかなかったと思う。な、スコートは別だよ。あいつはあれこれ悪いことを考えてたけど、かえって間抜けに見えてた。玉空様は絶対に商業の秩序を乱す行為を野放しにはしないもの。私たちが手を出さなくても天白氏が人を派遣して処理させてたと思うから、
スコートみたいな人は絶対に威張れなかったはず。だから思うんだよね、あの幸運は当たり前だったのか。金人口がここまで来ることができたのは本当に偶然だったのかってね。あまり勉強はしてないけど、母さんがたくさん道理を教えてくれたんだ。きっと金人口を愛する気持ちのおかげで、いろんな人が異なる愛でここに集まった。そして不思議な幸運と偶然が起きたんだよ。そうでしょ？ふんだ。じゃあ今から慣れて。考えに浸ってるけど、金人口はまだ完全に復興してないよね。不当にはまだまだあんたの手助けが必要だよ。もし困ったことがあったらいつでも私を呼んでね。じゃあ私は先に行くよ。今も昔も人だけが移り変わり、喧騒。今も昔も どの路地にも多くの物語が隠されている。またあなたに面倒をかけるな。仕事を始めよう。
全員死。
ちなさい。くだらない。ほん、月光を剣とす。どの路地にも、おう、過去の金人口が懐かしい。あの頃の私はまだ散歩に行くことができた。
研究の価値あり。根は伸びる。ほう！私が守る。痛くないわ。その程度。全員して。どの路地にもあえて私は近人知能測定で不合格になり難を逃れたのだ。今も昔、過去の近人口が懐かしい。あの頃の私はまだ散歩に行くことができた。
今も昔、店舗の指示がなければ紹介は成り立たない。彼らとの協力関係を深めるといい。
今も昔、人々は金人の知能が過度に高くなることを恐れている。だが、私は何の脅威にもならない。
Thank you.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 
どの路地にも、あえて私は近人知能測定で不合格になり難を逃れたのだ。どの路地にも多くの物語が隠す。過去の金人口が懐かしい。あの頃の私はまだ散歩に行くことができた。